和田摘像は、戦没学生の悲痛な戦争体験を後の世に伝えようと彫刻家の本合心によって制作された彫像。和田摘の像と呼ばれることもある。1953年12月8日、設置。現在は、立命館大学国際平和ミュージアムに置かれている。立命館大学では、太平洋戦争の開戦日になる12月8日に、和田摘像の前に集って、 不戦の集いと呼ばれる集会を行う。全国の戦没学生が残した手記を集めて編集した聞け和田みの声が観光された。和田みは綿の神と道義で海を司る神を意味する。同書は社会の大きな反響を呼び、たちまちにして番を重ねた。観光をきっかけに結成された日本戦没学生記念会は、 観光収入を基金として、本郷神に依頼しこの戦没学生記念像を制作した。はじめ、和田積み会は事務局の置かれていた東京大学に寄付を申し出ていたが、1950年12月4日、大学評議会は設置を拒否したためここでの混流は実現せず、完成した像は宙に浮いた形になっていた。これを惜しんだ。 当時の末川博士立命館大学総長は1953年に同大学での受け入れを決定し、広小路キャンパスに混流することとなった。この際、立命大での和立未造歓迎集会に合流しようとしていた京都大学の学生デモ隊が、工人協場で機動隊と衝突し、多数が鴨川に転落、負傷した。非分未来を信じ未来に生きる。そこに、 青年の生命がある。その尊い未来と生命を聖戦という美名のもとに、奪い去られた、青年学徒の嘆きと怒りとも大を象徴するのが、この像である。本郷神の制作。嘆けるか怒れるか旗も出せるか聞け果てしなき和立みの、声この戦没学生記念像は、広し苦生に、和立みの像として知られている。1五十三年十二月八日立命館。 大学総長、末川博史シルす。ありがとうございます。